私は玄武様と出会ったことで普段とは違う世界を見ることができた。神から見た人、他の国の出来事、玄武様が見てきた歴史。たった一晩だったのに、久しぶりに心の底から楽しんだ。夢の世界での玄武様との会話、出会ってまだ1日も経っていないのに、すごく心地よかった。だけど、この時、別の場所で不穏な空気が間違いなく敷家に漂っていたんだ。はぁ、憂鬱だな。今から仕事とやらをするのか。うん、でも毎日毎日いい思いをしたことないから。そうなのか、嫌なら逃げてしまえばいいものを。ダメだよ、だって私がやらないと、元帥様や姉上のお顔に泥を塗ってしまう。人間とは面倒くさい生き物だ。元ちゃんが適当なだけでしょ。元ちゃん、お主、よもや神である私に元ちゃんなどと。あはは、それじゃあ行ってくるね。やはり、あやつ式の巫女の素質があるな。両の国でもせいぜい一人か二人くらいしか存在しない存在。それでも我を見ることは愚か、話すなどできたものなど今まで見たことも聞いたこともない。素質が高いのだろうな。さて、我も暇なみ、小娘の様子でも見に行くか。やよい、どうしたのですか、姉上、朝からそんな血相変えて。元帥様を見ていない。昨日から帰ってこないの。元帥様が帰ってきてない。昨日武士たちに話をつけると言って出て行ったきり帰ってこないの。とりあえず武士たちに行って、捜索してもらいます。姉上もご一緒に。武士たちが全員集まってる。普段は違うの。はい、普段は私が来てもこのように集まることはありません。皆の者、集まっておるか。元帥様。皆の者、静粛に。今、我自身からお主らに命ずる。弥生姫が長であることに反対の者は直ちに式家の門から出ていくか、今ここで切腹をしろ。どういうことだ。なぜ元帥様がそのような。今のお主らの長は弥生姫だ。お主らならわかっておるだろう。長に歯向かう出来損ないは死ぬか、門を抜けるしかないということを。お待ちください、元帥様。なんだ。そのようなことをされては少なからずご不満を持つ同志が反乱を起こす可能性があります。お前らの弥生姫反対派の長は茂蔵か。なぜ、それを。我に隠し事が通用すると思うな。たわけ。だが、この事態を招いたのは我の責任だ。だから我じきじきに茂蔵を始末した。何ですと？茂蔵様が始末されたのか。つまり我々も今の状態を続けていたら始末されるということか。なんとひどい。避難を受ける覚悟はある。だがその前に弥生姫に反対する者はどちらか選べ。く、我々に誇りを捨てろと申すつもりですか。長に従えない誇りなどそこらの誇りと変わらん。わかりました。ならば我は式家の門を出ます。好きにせい、門を出る者には罪は咎めぬ。半数は残ったか、ほとんどが弥生姫を心配していた者たちだな。お主らは今後も弥生姫に従え、武士たる者、己の誇りと同じく、式家の誇りも守り抜け。かしこまりました。それでは、我は戻る。本日も期待しておるぞ。美代姫、弥生姫。元帥様、先ほどの話は誠ですか？ああ、誠だ。茂蔵が弥生姫反対派の長だった。そしてあいつは我に歯向かうことを選んだ。だから始末した。そんな。弥生、これで以前よりかは武士たちも命令を聞くだろう。本日からの業務、期待しておる。はい、かしこまりました。まさか、そんなことになっていたなんて。弥生、あなたは普段通り、武士の仕事をしなさい。私は元帥様の傷の手当てをしてきます。わかりました、姉上。元帥様が反省力を無理やり沈めたことで、私に反発する武士はいなくなった。そのおかげで私自身が苦しむことなく、そして今まで私に話しかけにくかった武士たちも私と話すようになった。そして、最初こそは不穏な雰囲気ではあったけど、何事もなく平和な日常が半年ほど続いた。遅くなってしまったな。いやはや、半年前の一件以降業務が取り掛かりやすくて助かる。最初は多くの反感、反落を受けるのではないかと肝を冷やしていたが、それもなく、平和な日常が続くのは良かった。武家は滅びよ。誰だ貴様。おのれ。脆い、衰退したな式家。今のお騒ぎ損ないという噂は真実であったか。これなら式家を滅ぼすのもたやすい。私が武士長になって1年が経ったある日、式家最大の災難が訪れようとしていた。それでね、元帥様ったら、私がずっと姉上と話してたらやきもち焼いてたんだよ。うむ、あやつはもう少し堂々と立ち振る舞えれば言うことはないのだがな。半年前くらいの時のように異変を出せば式家の長としても貫禄が出るだろうに。
いや、もう元帥様には今後もう二度と、あのような立ち振る舞いをさせないようにしないと。あの人は優しい方です。だからこそ無茶をさせたくないの。ふむ、ならば弥生が元帥の代わりに威厳を持たねばならぬな。お主は武士の王、武の王は威厳に溢れ、誰からも恐れられなければならないからな。私がそんな人間に見える。すまん、それができていれば、川のふもとで泣いてはおらんな。いやあ、半年前のことを今でも出してくるんだ。過去のことを何度も言う人は嫌われるんだよ。うるさいやつめ。さて、それじゃあ朝礼に行ってくるね。ああ、無茶せぬようにな。さて、我も弥生についていくか。うむ、これで昨晩だけで7名か。はい、我々を昨晩だけで倒すところを見ると、アシュラ隊の仕業の可能性が高いかと。アシュラ隊といえば藤原家の武闘派組織か。確かに藤原家の武闘派なら我の武士など敵ではないな。だが、なぜ式家なのだ。我らの一族は村周辺の護衛、反逆を企てる戦力すらも持たない一族のはずだ。おそらくですが、元式家の武士が藤原家に偽りの情報を流したのではないかと。なるほど、確かこの地域にも一つだけ藤原分家の城があったな。藤原道政、素行の悪さから分家に飛ばされた、嫌われた将。あやつは武力で村人を押さえつける悪党です。そんなやつに目をつけられるとは。悔やんでも仕方あるまい。だがこのまま何もせずにいたら式家は滅ぼされてしまうだろう。こちらの戦力は10名、相手はおそらく1000は優に超える。覚悟はしておけ。かしこまりました。それでは失礼いたします。元帥様、私たちは大丈夫なのでしょうか。わからん、だが生まれてくる子供のため、必ず守ってみせる。失礼します。お呼びでしょうか、元帥様。弥生。少々厄介なことになった。厄介。昨晩式家の武士7名が何者かによって殺害されたのだ。そんな。これは間違いなく宣戦布告だろうな。それで、どこの勢力の者かは。おそらく藤原道政の武闘派組織、アシュラ隊であろう。アシュラ隊。一人一人の戦力が武士よりはるかに高いと聞く。それが我々式家を滅ぼそうと動いている。そんな。今我の元にいる武士は弥生を含め13名、他の式家を呼んでも下手に戦力を減らすのみ、分家は動いてはくれんだろう。弥生、覚悟はしておいてほしい。いつどこで奴らが襲ってくるか、わからん。元帥様と姉上はどうするおつもりですか。我は命に代えてでも身を姫と我が子を守る。ごめんなさい、私も戦えたらよかったんだけど。姉上は安静にしていてください。この件、私たち式家の武士が何とかしてみせます。我も今回は身を姫で精一杯だ。悪いが弥生も何とか生きてほしい。私は元帥様と姉上を守る武士です。必ずや、この式家を守り抜きます。弥生、昨晩動いたということは、今晩も動く可能性がありますね。可能性は十分にあり得る。では、私は戦の準備に取り掛かります。あの子、よからぬこと、考えてないかしら。最後に聞こえた姉上の言葉。私は心に刺さった。なぜなら姉上の心配通り、私はよからぬことを考えていたからだ。時は満ちた。今この時をもって、式家抹殺計画を遂行する。数は20以下、我々にとって恐るるに足らず。さあ、行くぞ。何者だ？あの鎌、式家武士長、式の弥生姫か。悪いがお前らはここで全員死んでもらう。我が名は式家本家武士長式の弥生姫。今ここで藤原道政の抹殺のため、いざ参る。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。